絶対そんなのみんなあるもんね。関係性が薄いけどプレゼントを渡した方がいいっていうシーン、例えば初めて会った人にもう一度会いたいと思われたい、これ関係性薄いから情報少ないよね。でも冷静に考えると情報って常にあるんですよ。例えば今日のワークの1回目、気になる異性をデートに誘う、1回しか会ってない、関係性薄いですよね。でもその時スイーツが好きなんだろう、ちょっとミーハーな面があるんだろう、おしゃれだろう、これって一日が終わらないと一個も入らない情報でしたっけ？違いますよね。その想像でいいですけど、そのパーティーに行って、あ、おいしいとか言って3皿目食べてた時点で、あ、甘いものが好きなんだな、この情報入ってますよね。そしたらその時点でその情報はもうプレゼントできるんです。ああ、なんかスイーツお好きなんですねとか言って、あら、バレちゃいましたとか、いや、すごく楽しそうにお食事してるんで、逆になんかいいなと思っちゃってとかでもいいわけじゃないですか。さあ、分かってくれてるんだな。ちなみに今回のパーティーは、なんかどなたのご関係でいらっしゃったんですかとか言って、あ、実は主催の方に昔お世話になって、あ、そうなんですか、あ、もしかしてじゃあ主催の方コーチングやられてますけど、コーチングとかやられてる方だったりするんですか、そうなんですよ、え、これからコーチングちょっと興味あったんですよ、教えていただけませんって持っていけるかもしれないじゃん、例えば。でもそれ最初の切り口ここだったんですよ、スイーツだったんですよ。でもそれがないのにいきなり、え、どなたの紹介できたんですか、これちょっとテイクな感じしませんか、ですよね。同じなんですけど違うんですよ。最初にスイーツの話があったから、もっとあなたのことを知りたい、要は1個目に関心を持つが表現できたから、もっとあなたのことが知りたいになるんだけど、いきなりなんで誰の紹介できたんですかだと、これ全然もっとあなたのことのもっとが足りないんで、うまくいかないんですよ会話が。なんでそんなこと聞くんだろう、で相手が心を閉ざすことになる。だから全部が揃ってないとプレゼント渡せないんじゃなくて、1個でももう渡し始めるんですよ。そしてコミュニケーションを取ったりしながら次のプレゼントをなんか見つけるんですよ、会話の中から。だから正直に言うと、僕なんかはいきなり初めての人と会話するシーンが独立してからめちゃくちゃ多かったんですね。まあ、マクドナルドの頃から本社の人間として人事部でいきなり現場に行ったら、いきなりまあバーッとコミュニケーションを取らなきゃいけなかったんで、相手との関係性がない人とのコミュニケーションを取るシーンすごく多かったんでよくわかりますけど、その瞬間に情報収集ばっかりしてます。要は話してる時も情報収集してます、うん、例えばマクドナルドで店長さんで人がアルバイトさんが足りなくて困ってるっていう人に会話してる時に、ああどれぐらいですか充足率とかって、いやもう 80% しかいないっすよとか言って、言い方がなんかちょっとやさぐれてたら、休み取れてますって言います。やさぐれてるってことはもう体が疲れてやってらんないですを知ってほしいっていう表現だから、単純にアルバイトのノウハウ 80% ですか、じゃあ足りない人数は20人ですね、じゃダメなんですよ、言い方でもう情報なんで、っていう風にやっていくと、あ、この人本社の人なのに僕の休み気にしてくれてるんだ、プレゼントになっちゃうんですよ。それは休みが取れないですって言ってこなくても分かるんですよ、相手の関心に関心を持つアンテナがビンビンであれば。あくまでここなんですよね、相手の関心に関心を持つっていうのが理論的に分かってるだけじゃなくて、もっと研ぎ澄ましていくっていう方に持っていくと、1個でも手に入ったらすぐにそれを渡しながら2個目を探すとか、相手が言葉にしなくても言い方で分かるようになるみたいな、分かりますかね。そんな風に、本当に細かくプレゼントとかを探すんです。こんなプレゼントだろう、チョロリチョコはどうだろう、アーモンド入れたらどうだろうとか、あ、アーモンドダメだったみたいとかね。だから失敗もするんですよ、その会話の中で。あ、ちょっと違ったんだなみたいな、いっぱいあります。全部が百発百中じゃないし、全部が揃ってからでもなくて、1個もらったなと思ったら渡してみる、あ、喜んでくれた、あ、次これじゃないかなと思う、渡してみる、違ったの外したら他は何だろうみたいな感じ、常にそうなんですよ。だからコミュニケーションっていうのは、ずっとインプットです、受信なんですよコミュニケーションって。で、発信、例えば今こうやって話しながらも、みんながどうやって話を聞いてるかめっちゃ僕見てるんですよ。で、あ、今のこの事例は今、ピンときたんだなとか、表情を見て受け取って、あ、これいまいちピンとこなかったんだなと思ったら補足説明して、例え話入れてとか言って、みんなの反応を見ながら、あ、そろそろ全員に入ったなっつったらまとめに入ってるんですね。
これって見た目で言うと僕アウトプットしてるんですけど、実際はインプットをずっとしてる状態。相手の関心に関心を持つ、これインプット。そして相手にプレゼントを渡す、アウトプット。でもアウトプットしている時もしてない時もずっとインプットはし続けるんです。すると相手との関係性が薄くてもプレゼントは見つけられるように少しずつなるみたいな感じですね。はい、よかったです。よし、はい、拍手。せーの、いいね、いい質問でしたね。これ全員がね持って帰れる素晴らしいグレートクエスチョンでした。YouTube を見ていただいてありがとうございます。この YouTube 以外でも良い情報をどんどん届けようということで、Voicy という音声配信プラットフォーム、こちら無料です。こちらで毎朝7時から情報を発信しています。朝から元気になる、そんな情報をお届けしていますので、ぜひ Voicy もチェックしてみてください。チャレンジ like a baby、チャレンジ like a baby、今年も振り上げろ。